偽金作りと少年の自殺事件をもとに構想した。またこの小説の創作ノートが偽金作りの日記として1926年に刊行されている。2010年にフランスでテレビ映画がブノワジャコ監督メルヴィル・プポーがエデュアール役で制作されている。ありがとうございます。